ハリー・ケリー・ジュニアはアメリカ合衆国の俳優。父はサイレント映画時代から西部劇を中心に活躍した名優ハリー・ケリー。母はその2番目の妻で女優のオリーブ・ケリー。父同様、西部劇作品に多く出演した性格俳優である。西部劇映画で活躍した名優ハリー・ケリーの息子としてカリフォルニア州サンタクラリタ・サウガスに生まれ、 両親が所有するカリフォルニアの牧場で育つ。オペラ歌手で映画スターのローレンス・ティベットのようなクラシック歌手になるのが夢で歌の勉強のためにニューヨークに渡る。1939年にニューヨーク万国博覧会でショーのパフォーマーの職を得る。1941年に NBC で働くようになるが第二次世界大戦が始まると海軍に入隊する。 最初の3年間は衛生兵として働き、その後、父の親友ジョン・ホード監督によるプロパガンダ映画制作の任務に就くことになる。退役後、歌手を目指すが、うまくいかず、俳優に転校し、1946年に映画、ローリングホームの配役でデビューする。その後、父が出演した映画、赤い川に出演したが、父との共演シーンはない。なお、 1946年にクライクアップしたが、半券でもめ、公開は2年後になった。1947年に、父が亡くなると、父が、かつて主演したサイレント映画、恵みの光のリメイク作、3人の名付け親で主役の一人に抜擢される。このリメイク作は、恵みの光の監督でもある、ジョン・フォードが、親友ハリー・ケリーに捧げた作品である。この作品以降、 ホード監督作品の常連俳優として多くの作品に出演するようになる。1950年代以降はテレビを中心に活動し、ハリウッドウォークオブフェームにテレビ分野で星を持つ。2012年に老衰で死去。ハリーやジュニアではなく友人や家族、映画ファンからはドベと呼ばれていた。ドベの愛称は生まれた直後に父がつけたもので赤毛の髪が 日干しレンガを思わせることによる、ありがとうございます。